分散投資の投資の方法でアドバイザーが欲しいっていう、ご意見ご質問をいただいてますね、投資の方法投資のやり方を知りたいと、投資の相談をしたいんだけどアドバイスが欲しいんだけども、アドバイスもらえる人がいない、まあ、これ当然なんですよ。日本の構造上ですね、僕も FP なんですけど、 FP がですね何かしらの、機関に所属している、要は利害関係がある機関があるということですね。となるとそこで、おすすめのですね、手数料を稼ぐためにおすすめの商品を紹介してくれるってことなんですよ。なので純粋なですね、お金の相談ができる人が本当に少ないっていう現状なんですね。で、YouTuber なんかでお金投資の専門家っぽい人がいっぱいいるんですけども、そういう人ってやっぱり、高額の、まあ普通に一般の人がですね相談できない高額のお金取ったりするので、まあこういうですねゲリラ的に活動している人間使ってもらうといいかなと思います。お金の専門家としてですね、まあ動いてる人ですね。フィリピン移住なんですけども、人口